はい、こんにちは。なかなか人生の花が咲かないで悩んでいる方、僕ね、朝顔の花って朝の光を浴びて咲くもんやと思ってたんですよ。ところがある植物学者が朝顔のつぼみに24時間光を当て続けてみたんですって。するとどうなったか、花は咲きませんでした。これどういうことかっていうと、朝顔の花が咲くためには朝の光が当たる前に夜の冷気と闇に包まれる時間が不可欠だったってことなんです。つまり人生において花を咲かせるためには光が当たる前に冷たく暗い夜を体験することが不可欠なんだってことなんです。もし今あなたがどん底なんだとしたら、もうすぐすると素敵な花が咲くんでしょうね。楽しみですね。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。